写真拡大。今季からオリックスに加入した超大物助っ人のアダム・ジョーンズ外野手。メジャー14年間で通算1939安打、 MLB 現役9位、282本塁打、 MLB 現役16位をマークし、守備でも4度のゴールドグラブ賞を受賞、オールスター戦に5度選出されるなど桁違いの実績を誇る大砲にファンが寄せる期待は大きい。フルカウントでは2020年3月4日から8日にかけて、アダム・ジョーンズ外野手に期待することとのテーマでアンケートを実施。期待する本塁打数、期待する打点、期待することの3項目でファンの声を集計した。今回のアンケートには計579票の有効投票が集まり、改めてジョーンズへの期待の大きさが明らかとなった。本塁打数では30本に132票、 22.8% と最も多く票が寄せられた。次いで40本で102票、 17.6%、 35本に96票、 16.6% の順で票を集めた。中には13年にウラディミール・バレンティン外野手、現ソフトバンクが記録した60本塁打を超える61本塁打という数を期待する声も。一番少ない本数を予想した回答でも10本と、ファンの期待としては2桁は最低ラインのようだ。打点部門では100打点に200票、 34.5% もの票が集まった。次いで120打点と90打点に61票、 10.5% ずつの得票だった。50打点以下への投票を合わせてもわずか11票、 1.9% と打点においてもファンが求める期待の高さがうかがえる。最後にジョーンズに期待することはの項目へ寄せられた回答を紹介する。バファローズを優勝に導いてください。チームの精神的主柱、リーダーシップなど、チームのリーダーとして引っ張っていってほしいという声が多く寄せられた。また本塁打王、打点王、華麗な守備などメジャー仕込みのその実力を発揮してほしいとの意見も多い。さらには、吉田正尚選手を支えてほしい。吉田正尚選手へのマークを減らせるように頑張ってください。など、昨季打線を牽引した吉田勢の負担を少しでも軽減できるようにとの願いが込められた意見も多く集まった。ジョーンズはここまでオープン戦では20打数2安打1本塁打。打率は100と結果は出ていない。しかし唯一放った本塁打はさすがの一言に尽きるバッティングだった。新型コロナウイルスの影響で開幕延期となった日本プロ野球、例年よりも遠のいた開幕へ向け、どのように照準を合わせてくれるのだろうか。フルカウント編集部。